生路岩生路岩は医薬品で非極もククレオソートを主成分とした胃腸薬である。旧称は中有進むろ丸または進むろ丸。生路岩は,すすは広行き薬品の登録商標であるが裁判で普通名称化したことが認められ他社からも同様の製品が多く販売されている。日極もクレオソートを主成分とする一般用医薬品製造するメーカーや製品によって 多少の配合の違いがある。セイロガンの名称は、広行薬品の登録商標であるが、普通名称化したとの判決が1974年と2008年の2度にわたり、最高裁で確定しており、どの会社がセイロガンを商品名として使用しても、本商標権の効力は及ばず、権利侵害には当たらない。よって、ラッパのマークでないセイロガンも多数存在する。 パッケージの色調、デザインは各メーカーともほぼ共通しており、多くはオレンジ色の箱で中央に赤字で、正露眼と縦書きで名称の上に各メーカー独自のロゴマークがついている。胃腸薬、保健常備薬、成長剤、死者薬など品目カテゴリーは各メーカーによって差異がある。詳細は商標登録と新血取り消し請求事件及び、 不正競争行為差し止め等請求事件を参照大日本帝国陸軍の食事ラッパ。広行薬品の正ガン CM で使われているラッパ曲は陸海軍で信号ラッパを用いて伝達用に推奨されていたラッパ部、食事。現在でも自衛隊でラッパ部は用いられているが CM で使用されている陸軍のものとはメロディが異なっている。なお、商標法の改正によって 従来登録が不可能だった。音についても商標登録が可能となったことから、2015年4月1日に、広雪薬品はラッパー曲を商標登録出願し、2017年10月6日に登録された。元 NHK 公共楽団のトランペット奏者、チキンナオヒロが、マルセル・ケンツビッチの筆名を用いて、このラッパー曲を主題とした変奏曲、 セイロガ丸の主題による4つの変装曲を作曲した。後に、胃腸薬の主題による4つの変装曲に解体されている。効能は、以下の通りである。南弁、下痢、食あたり、水あたり、吐き下し、下り腹、消化不良による下痢オモニーや、腸の調子を整える、沈炎による虫歯の痛みなお、セイロガ丸の主成分であるキクレオソウトは、 アニサキスの活動を抑える効果があるとして、広雪薬品が2014年に特許を取得しているが、薬基法上の効能としては認められていない。成分、分量。広雪薬品社製。性露眼の例。主成分、添加物。泉薬品工業社製。泉性露眼の例。主成分、添加物。松本製薬工業社製。松葉性露眼の例。主成分、添加物。 日本医薬品製造者製、元素ス,スムロマルの例、主成分、添加物、ロートエキスト、緑内障については、緑内障の項を確認のこと、1930年代のス,スムロマルの広告、日本陸軍の演習風景写真を用いている、聖ガ岩の成り立ちは、1830年に、ドイツ人科学者、カール・ライフェンバッハが、ヨーロッパ船の木からキュクレオソートを上流したことが、 起源となる。当初は可能症の治療に用いられ、後に防腐剤として食肉の保存などに使用され、さらに殺菌効果を期待して胃腸疾患に内服されるようになった。日本には1839年長崎のオランダ省官長ニーマンにより持ち込まれ、1856年間の薬物書にはキクレオソートをケツレアソータと記した記載が見られる。また、 1866年間の新薬百品工には、鉄、レイアソータの製法、効能、用法が簡潔に記載されている。1902年、大阪の薬商、中島最地薬房は、中優進路丸の売薬免許を取得。モク,クレオソード丸材に、中優進路丸という商品名が付けられた。一方、日清戦争において、 不衛生な水源による伝染病に悩まされた大日本帝国陸軍は感染症の対策に取り組んでいた。陸軍軍医学校の教官であった戸塚基地三島軍医生は1903年にクレオソート剤がチフス菌に対する著名な抑制効果を持つことを発見した。進むロマルは1903年に陸軍軍医学校の戸塚基地と白岩六郎の研究によって生み出された。 クレオソートマルという薬が元になっている。また、水沢氏によると、水沢半華郎の養子で、姫路大獣師団軍医部長として従軍していた中目誠一が、法典海戦中に下痢に悩まされていた兵士たちに、クレオソートマルの服用を命じ、その効果を満州軍総司令部に意見具心したという。これが、作戦会議で認められ、大戦の命令によって、全軍で、 クレオソートマルの服用が行われた。ちなみに、1901年の陸軍医学雑誌では、クレオソートマルと記載されていたが、明治378年戦役陸軍衛生誌によると、戦役の発明より諸種の便宜上決、列圧総圧死を丸としてこれを、進むろ丸と名家出世者全部に支給して服用を、命じた記録が残っており、従来のクレオソートマルを、進むろ丸と名付け、 使用していたことが伺える。日露戦争後に、クレオソートマルに名称が戻るまで4年間のみ、進スむスロマルとして広く軍医の間で使用されたわけで、ある。進スむスロという言葉はロシアを制抜するという意味で、その当時の流行語でもあった。しかし、まだ予防的投薬という概念も一般には、浸透していない時代のことであり、得意な周期を放つ絵体の知れない岩薬は、 敬遠されて、なかなか指示通りには、飲んでもらうことがなかった。そこで、軍主のオーブは一敬を暗示、その服役を、陛下のご希望によりと、明治天皇の名を借りて奨励することとした。この起点によって、コンプライアンスは著しく向上し、下痢や腹板により、戦線を離脱する兵士は激減したと言われる。しかし、当然のことながら、 軍医の期待した活気に対する効果は一向に現れなかった。繊維功用を重視してビタミンにかける白米中心の美食にこだわった陸軍は日露戦争においても全将兵のおよそ3人に1人に相当する25万人が活気に倒れ27,800人が死亡した。一方で海軍は早くから活気が栄養障害に起因する疾患であると見抜き良食に ファンや爆破を採用し、このように、活気に対しては全く無力であったものの、進スむスロマルの死者作用や死髄鎮静効果は、帰還した軍人たちの体験談として、多少の誇張も交えて伝えられた。また、戦勝ムードの中で、命名の妙も手伝い、ロシアを倒した万能薬は、多くのメーカーから競い合うように製造販売され、日本独自の国民薬として普及していった。また、 その優れた薬効は、戦前の日本勢力圏においては広く知れ渡っている。現在もなお、台湾や中華人民共和国など、アジア諸国からの渡航者の土産物として、陳徴されているという、軍の装備品としての配給は、日露戦争終結後の1906年に廃止されたが、その後も継続して常備薬として利用されてきた。2007年には、 自衛隊の国際連合ネパール支援団派遣時の装備品として、広行薬品の正露岩遠い絵が採用されている。第二次世界大戦終結後の1946年、中優進路丸の製造、販売が、広行薬品に引き継がれ、1949年、国際審議場、進スむの字を使うことには、好ましくないとの行政指導があり、正露岩と改められた。この際、 中優進ススマ丸も中島製路ンに名称変更している。しかし、奈良県の日本医薬品製造だけは、現在も一貫して進ススマ丸の名前で販売を続けている。ただし、日本医薬品製造では、現在も同社の取扱い製品一覧の中に記載があるが、初版の事情により、2019年8月現在、無期限の製造。 販売休止中となっている。1954年に、業界第一位で、中島最地の中油進路丸製造販売権を継承する、広行薬品が、清露岩の名称の独占的使用権を主張し、商標登録を行った。これに対して、クレオソートの製法を独自開発し、物資不足の第二次大戦中も軍に、進路丸の納入を続けた泉薬品工業などが、反発し、 1955年4月に特許庁に無効審判を請求。しかし、特許庁が1960年4月に申し立て不成立の新決を下したことから、東京高等裁判所に新決取り消し訴訟を提起。東京高裁は1971年9月に、正論案の後、おそらく本件商標登録当時、クレオートを取材とした、成長罪の一般的な名称として国民に、 認識されていたものと言うべきと判断し、特許庁が下した新決を取り消す、胸の判決を下した。この判決は1974年3月に、最高裁で確定した。この判決を受け、特許庁は1975年10月、正路岩の登録無効の新決をし、この商標は無効となったものの、正路岩の振り仮名のない、正路岩の商標は、現在も、 広行薬品が保有している2005年11月にパッケージが類似した商品を販売することが不正競争防止法2条1項1号または2号の不正競争行為に該当すること及び精緯眼商標の使用が商標権侵害に該当することを理由に広行薬品が泉薬品工業を相手取って製造販売の差し止め及び損害賠償を求める裁判を 大阪地方裁判所に起こした第1万1663号。2006年7月27日、大阪地裁は請求を帰却。広行薬品はこれを不服として、同年8月7日、大阪高等裁判所に控訴したが、大阪高裁も一審判決を指示、さらに上告したものの、2008年7月4日に、最高裁、 第2章法廷で上告不受理となり、敗訴が確定した。この判決では、正ガンが普通名称であることが再確認された。ただし、判決においては、ある表示が普通名称であるか否かは、もっぱら受容者の認識に関する問題であると言えるから、ある時期において、普通名称であるとされた表示であっても、その後の取引の実情の変化により特定の商品を予備章するものとして、 受容者に認識され出所表示機能を有するに至る場合があり得ないわけではないと言うべきである。として一度普通名称化したと判断されてとしても取引の実情の変化によって再度出所表示機能を獲得する可能性があり得ることを認めた。そして判決では正論案という語が取引の実情の変化により出所表示機能を獲得し 広行き薬品の商品表示を指称するものとして、一般消費者に認識されるに至ったかどうかが検討されている。セイロガンの主役として用いられている、キクレオソートは、古くはクレオソートの名称で知られ、日本薬局法の初版から集裁されていたが、第15改正第1追保より、キクレオソートを正式名称とし、クレオソートは別名となった。また、 第15回生第2追補において、製法、成分の異なる石炭由来のクレオソート油と区別された。現在では、日極をつけて、日極木クレオソートと呼ばれている。このように名称が分けられた原因としては、過去のクレオソートに関する論争がある。雑誌週刊金曜日連載の商品の安全性に関するコラムをまとめた、ブックレと買ってはいけないの中で、キクレオソートと、 クレオソート油を混同したまま、枕木や電柱に使われる防腐剤を医薬品に用いるのかと工業用、クレオソート油の持つ毒性でセイロ露ンに対する抽象が行われた。これに対して、名指しで批判された代表的なセイロ露ンメーカーである、広き薬品は、セイロ露ンに使われるキクレオソートと防腐剤などに使われる工業用クレオソートが根本的に違うことを示し、 内容の訂正と出版された本の回収を求める事態となった。この指摘に対して、週刊金曜日上において、訂正記事が掲載されたものの、三好元春は、キクレオソートだから、安全とも言えませんと、全面的な撤回はせず、その後に発行された第16冊でも、植物性だからといって、安全とは言えない。クレオソートは劇薬であると主張、木ク,クレオソートと判明した後も、 それがなお危険だとする論点は以下の通りである。科学混合物としてのクレオソート自体と主成分中最多の化合物であるグアヤコールは医薬品服用量において激薬指定されている。消毒薬として広く用いられたフェノール、クレゾールとグアヤコールは皮膚に障害を与える毒性が知られている。その他のキシレノールなどのフェノール類成分も人体に対して強い毒性。 有害性を有するものが多い。これらの主張に対して、広行き薬品ではウェブサイトにおいて、非極目クレオソートが、下痢症状に対して、実際に作用するメカニズムや、発言性がないこと、他に、有名な死者薬の成分であるロペラミドと比較した、場合の優位性を掲載している。主成分である非極目クレオソートは、医療用医薬品としては、地下領域における、鎮痛鎮静や、 根幹の消毒用としてのみ許可されている。一方、一般用医薬品としては、下痢、消化不良による、下痢、食あたり、吐き下し、水あたり、下り腹、難弁の効能が許可されている。木ク,クレオソートは、一般用医薬品として使用する場合の、副容量では、殺菌作用ではなく腸内の過剰な水分分泌を抑制することと大腸の過剰な運動を、 正常化させることが明らかになってきている。2000年には民間団体の薬害オンブズパーソン会議が過剰を服用後に長官へ死を起こした臨床例があることなどを受けて、セイロガンなどキクレオソート製剤の上用量と中毒量の近さなどを問題視し、厚生省と製造販売各社に販売中止の要望書を提出した。これに対し、 厚生省は調査し問題があれば指導するとし、製造元は回答しなかった。その後、広行薬品は、キクレオソートに関する学術論文の発表などを通じ、発言性の否定、忍ぶ広姿勢が高いこと、対象実験による有効性のエビデンス、腸の全動を止めず、ウイルスなどの自然排出を妨げないことなど、同団体が問題視していた。 同様の点についても見解を示したが、フェノール成分の腐食性により皮膚、粘膜への長時間接触に注意が必要であることは認めている。2002年には、腸炎患者の大腸内に、性炉眼と思われる刺激臭のある 6mm 台の黒色球状物を確認し、強い炎症が起こっていたという症例報告もある。付着問題を受け、現在、製薬会社によっては、 大腸内壁粘膜に付着しにくいように、岩薬再流化や、糖異常化して改良しているものもある。なお、広き薬品のデータによれば、丸剤は水中で約45分、糖異常は約20分、液体カプセル剤は約6分で溶解する。ありがとうございます。